皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。まあ月曜日ということで何かねお知らせ来るかなと思ってね、まあ開いたんですけど、特にまあ真新しいお知らせはないです。まあいつもの通りイベントなんかで、まあこういうイベント来てますよっていう、まあお知らせは来てますし、まあプレホに関しては継続なんで特に変わっていません。まあアプリに関してはアイコニックの、アトレチコの方がまあ来てるので、まあこちらはねぜひ引いておきましょう。まあそれぐらいかな、言うことは。ということでまあ引いていこうとは思うんですけど、まずは、ボックスは2週確か継続だったので特に変わっていません。ではまあアトレチコを引いていきたいと思うんですけど、今回のラインナップは、フォルランとトーレスがまあ入ってるんですけど、アイコニックこの2名だけなので105分の2なんで結構苦しいかな。他アーセナルとかが今後来ると思うんですけど、おそらく3人ぐらいは入ってると思うので、確率的にはそちらの方が高いと思います。まあアイコニック狙いで引くのであれば、まあ、フォルランとかトーレスにまあこだわらないのであれば、まあ、そちらをねちょっとがっつり引くっていうのはありなのかなという感じはするので、まあ、どちらかというとアーセナルだったりとか、まあ、今後来るもの、まあ、多分3人入ってくるのでそちらの方がおすすめかなと思います。この2名の選手がねどうしても欲しい好きな選手だっていう方は狙ってもいいと思います。まあ、とりあえず無料分はね引いておくといいと思いますのでやってみましょう。ということで引いていきたいと思うんですけど、演出はスペイン演出で来るんだっけ、いつもわからなくなる、はい、ロディですね。はい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 、これで結構来る人ってなかなかの運の持ち主よね。銀でした。はい、では行きましょう。2回目、まあスペインにね落ちてくださいと。あ、結構スペインに落ちるのかな、内容的にも。さあ、あ、チドジエだ。はい、これまあログインすればもらうことができるので、とりあえず、メンテに入るまでにもログインして、ガチャ引いて、またメンテ後にまたね、もう2枚もらえるんで、またそこもログインしましょう。来週は何が来るんだっけな、画像は出してると思うんですけど来週も来るのでその辺も楽しみにしていただきたいと思います。ここからはプレホの話なんですけど、ウィニングレブン2021の継続得点のね条件を満たすのが、これも結構紹介してるんですけど、まあね、その後でも多分コメントが来ると思うので、まあ、一応もう一回ね紹介しておこうと思います。9月3日木曜日、メンテに入るまでに条件を満たしている場合に限るということで、まあ、街では今やってないんですけど、レジェンドとかはまだね、達成することできるので、今週の木曜日メンテに入るまでにぜひやってみてください。あ、まあ、保有数に応じて、まあ、チケットがもらえるので、まあ、13人以上最大持っていれば5枚もらうことができるので、その辺も確保してください。今のところそうですね、8月以降に公開になっている FP の対象選手まだ紹介というか、まあ、公開されてないので、まあ、どうですかね、メッシ関連でなんか遅れてるのかもしれませんけど、また非公開されたら紹介はしていこうと思います。はい、ということで、まあ、今の時期、まあ、特にねウィニングレブンやることはないんですけど、まあ、しっかりねログインはしておいた方がいいと思います。最後にこちらのね、POTW 最後の FP ね、なんとなく引いていこうと思います。あ、演出がこれだから誰が出るかいまいちわからないですね。はい、ポルトガルですと。ポルトガル誰いたんだっけ、覚えてない。ルーベンとかいたっけ、違います、ロナウドでした。いや、まさかのね。では2回目も行きましょう。調子に乗って引いていく。さあ2回目は誰ですか。いやー頼むよ。引きやばくない、トッププレイヤー2人ってやばくない。さあ最後行きましょう。これは、流れはできてるけど、さあ行くよ。さあさあさあ、もう誰とは言わないけどあの選手来たらもう完璧じゃない。はい、ガブリ。